この世界は思い出も壊していく。時間を巻き戻せたらどんなにいいだろう。三人で一緒に星空を見た、あの夜に戻れれば。また振り返ってる。アクア。そんな、どうしてここに。あなたは光の世界に。まさか、戻れていなかったの。それとも、光の世界が。何も言ってくれないの。あなたはこの場所が見せた思い出、それとも弱気になった私を叱りに来た。思いはその場所にも宿る。世界を奪われた人々はどこへ消えてしまったのか。この世界の住人は闇に落ちるのを免れた。それを確かめられただけでもよかった。この世界も闇に落ちてしまったの。あれは？ベン！ベン、あなたも何か伝えに来たの？必ず起こすと約束したのに、ごめんね。あなたを目覚めさせるために帰らないといけない。闇に溶けそうになる私の心をつなぎ止めてくれているのはあなたの存在よ。この鏡。鏡を追えば何かわかるかもしれない。自分の虚像に振り回されるなんて。虚像は心うつろなお前の方だ。
つろなものか。私の心はここにある。やっそれ、はい、えい、やってやっせい、グッそれ、ハイジとどめ、やっせい、ハイジ終わりだ。それ終わりだ。これまでだ。テラ、ベン、それに自分の幻まで、どんな意味があるの？全部か。テラもベンも何も話してくれなかったのに、自分の幻は心を揺さぶることばかり。まさか自分の幻に苦しめられるなんて。闇の世界に落ちてから独り言が増えてたけど、私の幻はまるでいつもの自問自答のように語りかけてきた。
自らの心の弱さ。誰もいない闇の世界、長い時間暗闇の中にいたせいで、今まで見えなかったものが浮き彫りになった。心の弱さに闇が入り込んで染まり始めている。これは闇に飲まれる前に見せられている夢なの。この世界もこっちに。テラ、ベン、うん、また幻。たとえ幻でも、闇に飲まれることになっても会いたい。邪魔をするな。どうしても私に合わせないつもりか！
ベン。アクア。俺は。テラ。話せるの？俺が見えるのか？もちろん、ベンも見えてるわ。ベンも、ここにいるのか？テラ、どうしたの？あなたには見えないの？ここはどこだ？闇の世界に飲み込まれたエンチャンテッドドミニオン。世界は闇に飲まれたのか？どうしたの、テラ？あなたは本物のテラなの？私の心の弱さが見せた幻ではなかったの？ベン、あなたは話せないの？アクア、落ち着くんだ。俺は本物であって、本物の姿ではない。どういうこと？俺をテラと呼ぶのなら、アクアに見えているのは、俺のかつての姿だろう。しかし見えているのは、心の中にある過去の俺の姿。今の俺は暗闇の中にいる。あなたもこちらに、闇の世界に来ているの？いや、心だけが闇の世界につながってる。だからこうして話せているんだ。だが俺には何も見えていない。もしベンが見えているのなら、俺の姿同様、お前の心が見せている幻だろう。そうなのね。じゃあ、あなたもベンも元の世界にいるのね。おそらく。よかった。でも、なぜここに？つながり。闇の中に悪を感じた。でも、なぜあなたの心は闇の世界につながっているの？暗闇の中って、どこにいるの？俺のことはいい。それより、ゼアノートはベンを探している。ベンは見つけられないわ。安全な場所に隠しているもの。姿を現しても何も話してくれないのは、まだ安全に眠っているからだと思う。ダメだ、抑えきれない。それは目覚めの部屋か？そう。あなたは誰？何を言っている。俺は。ダメだ、アクア。テラ。俺はまだゼアノートと共にある。奴は俺を使い、ベンの居場所を聞き出そうとしたんだ。黙れ。俺は諦めない、アクア。お前も。まだ抗うか。テラ。アクア。このまま闇に溶けてしまえ。ベン。させるか。テラ。